はい、一発合格テレビの岡です。今回は初めての社労士試験、それって誤解です、気になる噂をすっきり解説、こういうテーマでお送りしたいと思いますね。今回はですね、主にこれから社労士勉強を始めようとしている人、またはまだ初学者の方、そういった方をですね中心とした内容となっています。社労士の受験会にはですね、もうねお気づきになっている方も多いと思いますが、いろんなね噂があるんですね。まあ、そういった噂もね、もちろんいい噂もありますけど、悪い噂ね、悪い噂っていうのはいわゆる受験生にとってですね、あんまりいい影響を与えないだろうと考えられるような噂もありますから、今回はですねそういった気になる噂をですねすっきり解説していきたいと思いますね。今回取り上げる噂っていうのは次の5つですね、こちらに出てくると思いますが、社労士合格にはですね1000時間必要、社労士試験はとにかく暗記試験、過去問をマスターしないと合格できない、理解してないから点数が伸びない、選択式はとにかく書いて覚えよう。どうでしょうね、聞いたことある人いらっしゃると思いますね。こういった5つのですね噂、こういったものをすっきり解説していきたいと思います。まずは1点目、社労士合格には1000時間必要、こういった話ですね。社労士試験を取り組む人がですね最もね気になるテーマと言ってもいいかもしれませんね。私もガイダンス等でね、もう必ずと言っていいほどねこの質問されますね。何時間勉強必要ですかとかですね、1000時間やったら合格できますかとかですね、そういった質問です。例えば社労士試験、働きながら一発合格したっていう人いらっしゃいますよね、たくさんね。じゃあそういった人っていうのは実際ね働きながらですね半年から8ヶ月ぐらいで働きながら一発で合格する人ね、私も毎年見てきています。でそういった人っていうのははっきり言って勉強総労働時間1000時間も絶対行ってないですね。まあ正確には測ってないですけど1000時間は超えないだろう。逆に2年3年4年5年とですね勉強続けている方いらっしゃいます。しかもフルタイムで勉強しているという方もいらっしゃいますよね。そういった方はですね本当に1000時間どころかその何倍も勉強時間かけているという方もですね正直多いと思いますね。ですから、まあ、当然結論としては勉強時間はですね人によって様々ですよ。これはねもう当然予想できる答えだと思います。ただ私が言いたいのはですね、同じ勉強時間でも中身が全く違いますよっていうのをねちょっと意識してほしいんです、最初にね。これは私はね、まあ、20年間資格の学校でね教えている、その間にですねやっぱりね自習室でね自習している皆さんの様子をですねずっと見てるんですね。同じ机についてても本当にやってることが全く人によって違うんですね。簡単に言うとですね、ここにも書いてあるんですが、これ社労士試験に限らずですね、資格試験はよく理解と記憶は車の両輪って言うんです。つまり理解しないと覚えられませんしね。だけど法律っていうのは積み重ねですから、覚えないと理解できないことって多々あるんですね。ですから理解することと記憶すること、これは車の両輪のようにですね進めていきましょう、まあ、こういった話になります。だけどですね、早く合格する人はどちらに力を入れているかっていうと、やはり記憶することに重点を置いています。簡単に言うと繰り返すことなんですね。これが一番重要、私がもう常々ずっと言っているところです。で理解しないでいいかってそう言ってるわけじゃないですよ。理解は絶対必要です。理解しないで覚えろってなんかねそんなこと無理なこと言いませんからね。例えばですよ、人によって理解力っていうのはやっぱ差があります。これはもうね20年間人を教えてて分かります。そうすると、やっぱり自分がね理解力そんなにね及んでないなっていう人がですよ、自分で独学でやろうとするとやはり無理がある。なぜかっていうとその勉強時間の大半が理解することだけに費やされるからです。どうしても勉強時間は当然長くなるんです。そこに着目してほしいんですね。ですからやっぱりね、自分が理解力ちょっと弱いなとかね自信がないなと思う人はやはり通学とか通信を選択されて、やっぱ人から学ぶっていうね謙虚な姿勢をねやっぱ持つ必要があると思いますね。逆に理解力はねある程度自信あるんですよという人だったらですね、当然独学等でもね十分合格レベルに到達できる試験だと思うんですよ。ですからまずね勉強時間が記憶することに意識をする。つまり講義とかに参加してるとですね、講師が教わった通りにね丸呑みしてですね、それで理解してもらったらいいですから、あとは家でね復習することだけに勉強時間使えますよね。そういう形にすると十分私は1000時間未満でもですね十分合格ラインに到達するというふうに思います。たださっき言ったように理解することに時間をね費やす人、こういった人はやっぱ1000時間では受からない、もうこれはっきり言えると思いますね。で2点目は合格前の1年間の勉強の密度が大切、これもぜひ覚えておいてください。例えば何年も勉強している人、そういう人は当然強いんだろう、しっかり知識身についてるんだろう思われると思うんですけど、やはりね人間忘れますから、
やっぱり社労試験受けてですね、また再受験するまでブランクがね何ヶ月かあります。その時に大体忘れますからね。であとは社労試験法改正もいっぱいありますから、そういう意味ではみんなゼロになってまたスタートするって、そんなイメージ。合格するためにはその合格する前の1年間どれだけ密度を持った勉強ができるかどうか、これに関わってくるんだっていうところをね再認識してもらったらと思いますね。ですからその1年間本当に密度の濃い勉強ができれば十分合格レベルに到達する試験、まあ、こういうふうに言えると思いますね。1点目は以上です。はい、それではね2点目見ていきたいと思いますね。社労士試験はとにかく暗記試験ね、これもよく聞くところですよね。もう社労士試験っていうのは範囲がね膨大でですね、覚えることいっぱいあるからね、とにかく暗記の強い人がね勝つんだみたいなね、まあ、そんなイメージある人いるかもしれませんが、まあ、これもはっきり言って誤解ですね。実は本当に覚えないといけない知識は多くはない。例えば司法書士とか宅建とか行政書士とかですね、 FP とかですね、それと比べてもですね、単純に社労試験覚えないといけないことめちゃめちゃ多いかっていうとそうではないです。だけど何がね覚えること多いっていうイメージがあるかっていうと、要は知識の整理ですね。たくさんのテーマが出てくるんです。社会保障全体ですから、その言葉が聞かれた時にどんな制度なのか、どんな話、どんな位置づけの知識なのかっていうのがパッと分かる必要があります。そこがちょっと大変だと思うんですね。でもそれっていうのは覚えるというところとはちょっと違うと思うんですね。そこちょっと知っておいてください。じゃあそれどうしたらいいかっていうのはね、またこの後お話をしていきたいと思います。あとは丸暗記と覚え方が違う、これもぜひ知っておいてくださいね。例えばね、記述の試験があればですね、法律って定義が重要ですよね。その定義を正確に書いて論述をしていくことになりますから、まあ結構暗記が必要なんですよ。社労試験はご存知のようにマークシートの試験ですしね、本当ね押さえ方覚え方が違うんですよ。これぜひ知っておいてください最初ね。つまり似たような制度がいっぱいある、同じ法律の中にもあるし別の法律間でもね似たような制度がある、それをこう混乱させる、惑わせる、そういった出題になってくるんです。選択式も択一式もです。ですからそういった意味ではですね、まあ私も本出してますけどね、比較認識法と呼んでますが、あれはあれこれはこれという形できちっと、ね、分けて比較して物事を常にね押さえていく、そういった癖をつけるといいと思いますね。まあ、これは本当にずっとね20年間これを使って講義を展開していますが、本当にですね暗記の苦手な人、覚えることが苦手な人でもですね十分ねこの比較認識法をマスターしていただけると社労士合格できるな、私これ自信を持ってお勧めしているんですね。それをぜひね知っておいてもらうといいと思います。2点目は以上です。はい、それではね3点目見ていきたいと思いますね。過去問をマスターしないと合格できない、こういうふうに思ってる人いると思いますね。俺は一発合格してやるからっていうことで、まあ、いきなり過去問ね飛びつく人多いんですね、社労士受験生もね。そうするとねあまりの難しさにですねちょっとねビビってしまうというかね、まあ、そういう受験生結構多いと思いますよ。で結論1点目にも書いてますが、過去問集をやらなくても合格できる、これは本当嘘じゃありません。私自身もほとんどそうですね。過去問題集という問題集はやってないです。なんでかっていうと、要はですね過去問集やらなくても合格できるっていうのは、過去問から全く外れていいというわけを言ってるわけじゃなくて、例えばね資格学校のテキスト当然過去問ベースでできてるわけですよ。それ使って勉強してるってことは、まあ、過去問やってるのと一緒なんですね。あとは予想問題集は2冊ぐらいを潰しますから、それも当然過去問をね研究して、その過去問のね悪いところよりを抜いてですね、それで作ってあるわけですよ。ほとんどの予想問題集はね当たり前ですけど、だから過去問集というのをねやらなくてもいいというのをね私強調したいと思います。やはりね無駄な知識っていうか、日本の社会保障全体でいうので非常に細かくてね誰もわからないだろうっていう知識を本当にたくさん入れてます。特に最近の本試験特にそうですね。だからそれを見分ける必要があるんです。つまり自分が持ってる知識と持ってない知識っていうのを明確にして、わからない知識はわからないという判断をして外していくんです、思考からね。それがすぐできるかできないかなんですよ。全ての過去問もですね、難しい話とか細かくてね全然理解しなくてもいい話をああでもないこうでもないって悩む、それもったいないんですよ本当時間が。で特に初学の段階ではそれさえ判断できないですよね、必要な知識なのかそうでないか、ね、だからきちっとした予想問題集やれば、ね、重要なところは絶対抑えられるんですよ。それから過去問集やっても遅くはないし、ね、それをきちっとマスターすれば過去問集やる前に合格する、そういう受験生が多いわけですよ一発合格していく人は。そこをちょっと知っておいてほしいんですよ。過去問集をマスターすることがゴールではないです。それは知っておいてほしいんですね。で2点目、自信を持って判断できる知識を増やす、本当にこれなんですね。問題やっててですね、読んだ時にあこれ正解かもしれない、でも次読んだらあこれも正解かもしれない、次読んでもこれも正解かもしれない、こうやって悩む、これは根本的には知識が正確じゃない、
曖昧な知識ほど得点率を落とすことはないですよ。我々に必要なのは少なくていい。だけどその知識を正確、この知識は絶対そうなんだ、ね、絶対丸。これはこれがどれだけ増やせるかなんですね。過去問をマスターするんではなくて、自分が正確に判断できる知識を増やす、それだけなんです。だから自分が正確に判断できそうもない、ね、こんな細かくてこんなとこまで覚えられない、こういったものは省いていけばいいんですよ。ここは最初の段階でしっかりと知っておくとね、全然違ってきます。ですからこういったね噂に惑わされないようにする必要があるんですね。3点目は以上です。はい、それではね4点目見ていきたいと思いますね。理解していないから点数が伸びない。これまたね答案練習とかですね、模試とかやっていくとね、講義もしっかり聞いてる、テキストもしっかり読んでる、だけどなかなか点数伸びない、こういったね悩みを持たれる方も多くなってくると思います。それについてちょっとねお話をしたいと思います。1番、理解してなくても正解できないのが社労士試験、ね、これもぜひ知っておいてください。これ最初に知っておくと絶対いいと思いますよ。やはりね今までのね勉強法とか指導法とかでもね、理解理解っていう人が多いんです。理解してないから私の講義聞いたら大丈夫ですみたいなね指導が多かったんですね、まあ、そういうね指導をするとですね、やっぱりどうしてもね、いや点数が伸びない、自分は理解してないんだ必要なことをね、うん、だからもっと講義受けないといけない、もっと違うテキスト読まないといけない、まあ、そんな風にね思ってしまうんですね。でどん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 受験生インプットに追い込んでいくんですね。でもそうすればするほどですね、なかなか点数伸びないんですよ。社労士試験実際ね問題やってね間違えたと思ったらね、そこでどうして間違えたのか突き詰めて考えてみてください。そうすると本当にちょっとしたところのね意識がちょっと足りてなかったとかですね、そこがポイントだったっていうね理解がしてなかったとかね、そういった本当にちょっとしたところなんですよ。そういったところまでこう意識が向けられる、これが合格レベルになっていくんですね。それが必要なんです。それをするためにはやっぱり良質な問題集のアウトプットしかありません。そこをまず意識する必要があってね、本当に理解してないから点数が伸びないわけじゃなくて、まあ、私で言うところのポイント認識っていうんですかね、ポイント認識弱い人多いんですね。でそこぜひ知っといてもらうといいですね。で2点目、暗記よりも情報の整理が大切。さっき丸暗記そんなにね試験じゃないですよっていう話もしましたけど、何が必要かっていうとやはり、ね、情報の整理、やっぱりね人間の頭っていうのはね、むやみやたらにですね、ねもうバーッと関係ない知識をね丸覚えする、それ難しいんですね。やっぱり整理されたところで知識をね抑えていくことができるんだと思いますね。だから早く合格する人、一発合格する人は情報の整理の上手い人が多いです。まあ、これもねぜひ最初に知っておいてもらったらいいと思いますから、ぜひ忘れないようにしていただければと思います。4点目は以上です。はい、それではね5点目見ていきたいと思いますね。選択式はとにかく書いて覚える。はい、これも聞いたことないでしょうか。で1点目、実は昔記述でした。結論これなんですけどね、なんで講師の先生が書いて覚えろっていうかっていうと、昔ね選択式ってあれマークシートじゃなくて記述だった時代があるらしい。私もマークシートの時代ですよ。だからその前はね記述だったんです。だから語句書けないとねいけないでしょ。だから書いて覚える、これも一定の合理性はありました。書けないといけないからです。だけど今はね選択なんです。書いて覚える必要は私ないと思います。もっと具体的にお話をしましょうか。ちょっと待ってください、英語だって単語書いて覚えるじゃないですか、ね、あの方が身につきやすいです。それは英語はですね、その語句の意味とか綴りね、それを覚えていく必要がありますが、例えばその言葉単語を覚えたら英文が読めるようになるから、うん、だけど選択式っていうのはいわば英文のね長文があって、長文の空欄に何を入れるかっていうような試験なんですよ。何の単語を入れるか、その時にその単語を書いて覚えても意味ないですよね。つまり文意が分かってそれで選択をするっていう話になりますから、違うんです。何のためにそこの語句が入るかっていうね、そういう考える勉強しないと効果的な選択式の対策にはならないんですよ。まあ長い目で見ればよ、法律になれるというね観点はあるのかもしれませんが、制度の中の大きな理解としてのものなので、書いて覚える必要は私はないんじゃないかなっていうのが私の主張なんですね。で2点目、法律の勉強というよりキーワード抽出クイズ。私も選択式の問題集でズバッと言ってますけど、作り方というのはキーワードをねやっぱ狙ってます、ね、キーワードを見つけてそれで問題にしようと、ね、ここを抜こうという形で問題にする。だから選択式はですよ、法律の勉強というよりは本当にキーワード抽出のクイズみたいなね、そんなイメージで準備されるといいし、やはりどこが出るかわからないという意味では全てまんべんなく目を通さないといけないぞ。ある選択式の問題集をね全部書いて覚えたらね絶対に準備できる、そういったねレベルでもないというのもね、ぜひ再確認していただければと思いますね。ですからやはりねできるだけテキストをまんべんなく、その中でね語句の意味、どういった語句のパターンがあるのか、そういった考える勉強が必要なんだ、
そこに選択式の勉強時間シフトさせないとなかなか効果的な選択式の対策はできないですよというところをね、ぜひ覚えておいてほしいなというふうに思います。ということでね、今日はね、それって誤解です、気になる噂をすっきり解説ということで、社労士の受験会にまつわるですね、5つの気になる噂についてね、すっきり解説していったつもりです。ぜひ参考にしていただいて、やはりね、始めが重要ですから、今日お話ししたようなこともね、自分の中でしっかりね、考えて解消してもらってからね、実際勉強を始めていただければいいかなというふうに思います。今回は以上です。